足立さんさ、何か私に隠してることない？え、なんだ急に。何にもないと思うぜ。潔白ってこと？もちろんだ。俺の身はいつも真っ白よ。異議あり。足立被告人は先日冷蔵庫にあった私のケーキを勝手に食べました。これは立派な窃盗罪にあたるものであります。あ、被告人、罪を認めますか？認めます。判決、足立浩一は紗恵子さんと私にケーキをおごる刑に処す。紗恵子はわかるけど、なんでお前にまでおごらなきゃいけねえんだよ。